では市場の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。広報確認よし。ほんなら、はい、ちょっとまず暑いんでね、オープン、オープンはこれか、はい、オープン。うーん、涼しい。うわー、眩しい。太陽、太陽眩しい。すごい、なんかリゾート地来たみたいな。おー、こんな感じか。そうです。わやっぱ最初は緩踏みだとそんなに加速というか、そうです、ちょっと重たい感じがありますね、はい、若干ちょっと重い感じするけど、そうです、踏み込むとグッという来ますね。なんで前ケイマン乗ったんですけど、ケイマンとかボクスターの方が軽くて面白いです。あ、ブレーキめっちゃ効く。効くんですよ、そのブレーキめっちゃ効く。泣くんでちょっとね、あ、ちょっと効き入れてる。あ、アイドリングストップした。アイドリングストップ入ってます。あれ、ここにあるんです。ポルシェなのに。はい。あ、そっか、新しいもんね、言ったってね。そうですね、そんな古くないもんね。そうです、前多分ご試乗されたケイマンとかでも全部ついてると思います。あ、ついてたっけ。981は以降はもう2013ぐらいから全部ついてます。あ、でもハンドルはロックじゃないけど半ロックみたいになりますね。なる。え、これでブレーキ外したら、はい、普通、はい、おではね、こちら50キロまで飛ばせますので、踏んでみようと思います。いや、すごいね、これちょっとホイールスピン的なしちゃいます ね若干パワーありすぎちゃう。パワーありすぎて一応400馬力ぐらいになります。あ、これ400馬力はい、いや、あり余る感じですよね。そうですね。いや、でもこれほとんど一般道ではこのね、はい、やっぱりこの性能を活かせないかなという感じはしますね。そうですね、日本ではちょっと使えないですね。ちょっとアウトバーンとかね。そうですね、アウトバーンで、あとはサーキット場とか行かないと。そうですね、サーキット行きます。やっぱさっきのちょっとすごい後ろからこう押されてるような、はい、こう前がこうリフトアップするというか、こう、はい、なんかウィリーしそうな感覚でしたね。そうですね。これじゃあスポーツモードちょっと押してもらいます、はい、こっち。あー、若干ちょっと、はい、なんかレスポンスが変わりますね。変わった感じで、まあでもあれですね、思ったより普通に乗れるというか、はい、乗れますね。ブレーキがめっちゃ効く。ブレーキめっちゃ効くし、これ今購入してからどれぐらい経ちましたっけ、はい、まだ半年ちょっとぐらいですね。半年ちょっとぐらいですね。あ、その間なんか故障とかありました？特にないんですよ。なんでやっぱポルシェは壊れないっていうのは。ああ、そうなんですね、はい、よく外車のね、中古買っちゃうとね、はい、当たり外れがあってあるんですか、ね、よく壊れるっていうのを聞くんですけど、まあ、最近はそうでもないですよね。そうですね、特にポルシェは結構比較的故障が少ない車なんで、まあ、最低のねメンテナンスさえしとけば。そうですね、オイル交換とか。スポーツプラスってなんかさらに変わってくるんやろか。そうですね、7速が6速になるんでね。でマフラーもこんなにいかつくなるんで。あれ全然違う、引っ張りになるんで。あ、そっか、1速落ちたような感じ。そうですね。あ、全然違う。どこ、画面ここにインジケーターが、インジケーター1速になってます。あ、ずっと1速、はい、あれ、あ、そっか、これを変えないと分かんない。そうです、そうです。それでか、いや、もう勝手に変わってくるんですけど、思いっきり最後まで引っ張るんで、うん、超引っ張り引っ張りですね。引っ張り引っ張りで、で、PDK。そうです、PDK です。PDK だよね。はい。この素晴らしいこの変速機がついてると。はい。これシフトダウンするときとか気持ちいいですよね。そうですね。PDK、ファンって言って。ちょっと音なるかな。なると思います。一速上げて。1速でめっちゃ引っ張りまくって1速にするとバクバクなりますね。これでじゃあ後ろのこの、はい、今結構やっぱ頭がサワサワ。そうです ねやっぱオープンだと窓も開いてますんで、はい、で1回じゃあ窓も上げて、はい、普
通のスポーツにしよう。ウィンドリフレクターありますね、はい、お願いします。で横の窓も上げていただいたら囲えます。おお、静か、はい、風も来なくなりましたね。あ、ちょうど5000キロいってて、あ、5万キロですか。あ、5万キロ、5万キロ、 ありがとうございます。ちょうど調整してきました、ね、5万キロ。ちょうど記念写真撮っておきます、はい、滝さんに5万キロやっていただいて、ありがとうございます。今ちょうど5万キロ記念になりました。ありがとうございます。この911乗る前はケイマン、この前は981のケイマン、2014年式のやつ乗ってました。で、それからその前がボクスター S、ボクスター S 987のボクスター S に乗ってまして、で、その前に一番最初に買ったのが987のケイマンっていう。おー、ということでこれで4代目、4代目です。すごい、お金持ち。全部ポルシェは値段が落ちないんで、あ、買った値段のまあ8割9割ぐらいで売れるんで、結構それで、まあ、資産になるんですね。なっていってますね。これぐらいの天気が気持ちいいですよね。気持ちいいですね。あー、でも確かに、はい、ドペデオチャンネルで言ってましたけど、こう頭ちょっとサワサワするだけですね。ちょっと言いますけど、この辺は全然、はい、全然大丈夫ですね。全然違うってやつですね。やっぱアクセルね、60% ぐらいの踏みしろでこう急にこうグワッときますね。そうですね、豹変しちゃうので、ね、なんかそれまではすごい緩く、そうですね、意外とこう乗りやすい車だなと、はい、いう感じはしますね。はい、何も両方使えるって感じです、うん、いやでも確かにこのカブリオレって冬乗る車だなと思いますね。そうです、結構オープン冬にしてるとバカにされがちなんですけど、逆ですね、全然逆ですね、はい。いや逆に気持ちいいぐらい。そうです、走る露天風呂です。走る露天風呂で本当にそう。でシートヒーターつけてね、はい、でこの巻き込みすると全然大丈夫です。はい、長押し、ずっと長押しです。窓が上がるまで長押しです。あ、大丈夫です、走りながらでもいける、はい、50キロぐらいまでは大丈夫です。これ便利ですね、はい、あ、全然やっぱ静かやな。意外に遮音性あります、ね、遮音性がありますね。やっぱこのポルシェになんかこだわってるんですか。いや本当はやっぱり、はい、あの他の車も乗ってみたいなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、維持費を考えたり、はい、あとそうですね、一回ポルシェに乗っちゃうと分かるんですけど、うん、離れられないですよね。そうですよね、リアージとかデイリーユースもできちゃうんで、そんなにあの欧州あの輸入車の中ではそんなにお金のかかる方でもないので、意外や意外、はい、本当にオイル交換ぐらいなんですよね、必要な乗ってる間では。でも車検とかすごい高そうですね。 3.8 リッターあるからな。税金が税金が高いですね。そうです、そのもうあと3ヶ月したら来ますけど、ああやばい。76,500円ですかね。7万、税金だけで。そうでしょう、うわ高、はい、自動車税が高いです。そこだけ痛いですね。そこ痛いですね、はい。まあでもポルシェのオーナーとなるとね、やっぱそれぐらいは最低しょうがないですよね。しょうがない、そこだけはもうそうですね、維持費かかりますね。でもそこは頑張って。あ、そうそう、お店ね、はい、お店、エクシブコーポレーション、コーポレーション、はい、こちら貼ってます。エクシブすごいですね、高級会社ばっかり。あ、そうですね、まあ、ね、一応なんかそういう縁がご縁がありまして、いろいろ、あの店長さんということで、はい、ね、でも一番高いので言ったら何を言ってるの。最近売れたんで言うと AMG の GT の4ドアっていうのがありました、はい、新しく出たんですけど、その4ドアクーペっていうのが一番作品が高く売れた車ですね。それでいくらぐらいですか。約1900万円ぐらい。1900万、はい、それ中古ですか。走行距離100キロぐらいだったんですよ。あ、まあ、ほぼ新古車みたいな。ちょっと前のオーナーさんが買ったんですけど、思ったよりちょっと大きかったっていうことで。でかいでしょ。速攻でなんかそれ買う前に気がつけよっていうね。はい、なんですけども、でその方もポルシェが好きで、あ、でこれの新しい992をもう、あ、992もう予約して、はい、予約して、もうこれちょっと手放しますってことで。なるほど、それも一
番びっくりしましたね。あ、すごいですね。でそれがもうすぐ売れちゃったってことですか。そうですね、もう来年の今年の9月までちょっと入手困難みたいな感じの仕様だったんで、早く欲しい人がね、はい、もうすぐ売れましたね。なるほど、そういうレアな車から、あとは今おすすめは100万円台のベンツがおすすめで。おお、100万円台のベンツ、はい、S クラスなんですけど。 S クラスで100万円で買えるの。100、そうですね、100ちょっととかで。すごい、はい、もちろんそうですね、10年落ち12、3年落ちぐらいの1個前の方にはなるんですけど、はい、まあ結構お買い得な値段で頑張らせてもらってます。ではぜひともエクシブコーポレーション皆様、検索してみてくださいね。はい、お願いします。下の概要欄に貼ってますので。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、もう喜んでいただいてもうありがとうございます。いやいや、やっぱポルシェの911っていうとやっぱ全然違いますよね。あのボディ剛性から、はい、やっぱ守られてる感があるなという感じがしました。ありがとうございます。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。カズさんのチャンネルもよろしくお願いします。お願いします。ロック貼っときます。お願いします。概要欄お願いします。はい、というわけでポルシェ911カレラ S カブリオレでした。じゃあね、もう一周。